イサム・ノグチは、アメリカ合衆国ロサンゼルス生まれの彫刻家、画家、インテリアデザイナー、造園家、作庭家、舞台芸術家、日系アメリカ人、父親が日本人で、母親がアメリカ人。ズウィリングス・プラスティック1972ミュンヘン、明かりシリーズ万博記念公演に残る噴水の一部、ガツの世界1907年、ノグチが3歳の時に、 母レオニーと来日し、ヨネジローと同居する。そして、ヨネジローは、武田松子と結婚し、野口は、野口勇として森村学園附属幼稚園に通学する。一年後に、神奈川県茅ヶ崎市に転居して、地元の小学校へ転入し、その年に、母レオニーがアイリスを出産する。1913年からは、 野口伊佐に代わり伊佐無ギルモアを名乗り、横浜市のセントジョセフインターナショナルカレッジへ転入し、茅ヶ崎の自宅の新築設計を手伝うなど数々の建築作品に携わった。学校に通う中、野口は1915年での一学期間休学し、母親の個人教授を受けながら、茅ヶ崎の差し物詩について見習い修行していく。学校を卒業した後、 1918年6月には母の意志で単身でアメリカへ送られインディアナ州ローリングプレーリーのインターラー県校に7月に入学するが8月に同校は閉鎖する。エドワード・ラムリーが父親代わりとなりシーマックタクに寄宿しラポート高校に通学しトップの成績で卒業する。卒業写真に残した野口の言葉は大統領になるよりも僕は 真実こそを追求する。であった。野口の胸に母が植え付けた願望、アーティストになりたいという野口のために、ラムリーはスタンフォード在住の彫刻家、ガッツオン・ボーグラムに助手として、野口を預けた。1923年に、ボーグラムと野口とは馬が合わず、野口はニューヨークへ移り、コロンビア大学医学部に入学し、日本から帰米してきた母と暮らすようになる。 そこで、野口は、医学部に在籍しつつ、レオナルド・ダ・ヴィンチ美術学校の夜間の彫刻クラスに、通い、入学して、すぐに、初の個展を開催した。野口は、ナショナルスカルプチャー協会の会員に選ばれ、ナショナルアカデミー・オブ・デザインに出品する。美術学校の校長を乗り降る夫からは、彫刻に専念することを勧められる。1925年、野口は、 ニューヨークで活躍していた日本人の舞踏家伊藤道朗郎のダンスパフォーマンスに仮面を制作した。これが野口にとって初めての演劇関連のデザインであった。2年後にグッケンハイ無奨学金を獲得しパリに留学する。6ヶ月間彫刻家コンスタンティン・ブランク氏に指示してアシスタントを務め夜間の美術学校に通うが1年後に奨学金の延長が認められず ニューヨークに戻り、アトリエを構える。翌年、個展を開いた。野口は1930年から1931年にかけてパリを経由して日本に渡航した。1935年に、在米日本人芸術家の国吉安を、石垣栄太郎、野田秀夫らと共に、ニューヨークの法人美術展に出品する。第二次世界大戦の勃発に伴い、 在米日系人の強制収容が行われた際には、自らアリゾナ州の日系人強制収容所に志願、交流された。しかし、アメリカ人との根血ということでアメリカ側のスパイとの噂が立ち、日本人社会から礼遇されたため、野口は後に芸術家仲間フランクロイドライトらの嘆願書により、出所、その後はニューヨークのグリニッチビレッジにアトリエを構えた。終戦後、 野口は1947年に、ジョージ・ネルソンの依頼で、野口テーブルをデザイン、制作するなど、インテリアデザインの作品に手を染める。1950年に再来日し、銀座三越で古典を開き、その時に、日本では著名な建築家である、丹下健三、谷口義郎、アントニン・レイモンドラとチキになる。一年後に、また来日し、リーダーズ・ダイジェスト、 東京支社の庭園の仕事の依頼を受け、また当時の岐阜市長の依頼で、岐阜城地をモチーフにした、明かりシリーズのデザインを開始。同年、山口敏子と結婚する。鎌倉の北王子路,路三人に陶芸を学び、素焼きの作品制作に没頭する。この頃に路三人の邸宅敷地内に、アトリエ兼住まいも構えた。同年、広島平和記念公園のモニュメントに、 野口のデザインが選ばれたが、原爆を落とした、アメリカの人間であるとの理由で先行に外れた。しかし、野口のデザインの一部は、平和公園にある丹下建造設計の原爆慰霊碑に生かされている。また、戦災復興都市計画に伴い計画され、平和公園の東西両端に位置する平和大橋、西平和大橋のデザインは、野口の手によるものである。野口は後年、 アメリカ大統領の慰霊碑を設計したこともあるが、こちらは日系であるとの理由で却下された。1961年からはアメリカに戻り、ニューヨーク州のロングアイランドシティにアトリエを構え、精力的な活動をし始める。まずは、アメリカの企業 IBM 本部に2つの庭園を設計し、幼少の頃住んでいた神奈川県にある横浜の子供の国で遊園地の設計が、 実際の計画に移された。そして1968年にホイットニー美術館において大々的な開古展が開催され、1年後の1969年にシアトル美術館にて彫刻作品、黒い太陽を設置する。また、東京国立近代美術館のために門を設置する。この年、ユネスコ庭園への作品素材に香川県の味町群れ町で算出される。 花崗岩の味石を使ったことをきっかけに、群れ町にアトリエを構え、明かりシリーズを発表する。ここ日本での制作本拠とし、アメリカでの本拠、ニューヨークとの往来をしながら、作品制作を行う。1970年には、大阪で行われた日本万国博覧会の依頼で、噴水作品を設計し、4芸術協会主催によるパームビーチ彫刻協議会にて、 作品、インテトラが2等受賞した。同時期に、東京の最高裁判所の噴水を設計し、設置する。1984年から、ロングアイランドシティにある、イサムノグチガーデンミュージアムが、一般公開される。同年、コロンビア大学より名誉博士号を授与され、ニューヨーク州知事賞を受賞する。1年後に1986年開催の、 ベネツィア・ビエンナーレのアメリカ代表に選出され、同年日本の稲森財団により、京都賞思想、芸術部門を受賞。1987年には、ドナルド・レーガン大統領から、アメリカ国民芸術勲章を受勲する。1988年に、君山東随法章を受勲し、北海道札幌市のモエレ沼公園の計画に取り組んだ。これは、 公園全体を一つの彫刻に見立てた最大の作品であったが、野口はその完成を見ることなく、同年12月30日、心不全により、ニューヨーク大学病院で84歳の生涯を閉じた。母レオニーの命日に1日だけ先んじ、野口もその天命を全うした。1年後には、野口の意志を継ぎ、泉正都氏が制作した遺作、 タイムスペースが完成し、香川県の新高松空港に設置された。1999年には制作の本拠地であった高松市村町に、イサムノグチ庭園美術館が開館した。ノグチがマスタープランを手掛けてから16年後の2004年に、モエレ沼公園は完成し、翌2005年にグランドオープンした。モエレ山、プレーマ運転、テトラマウンド、ノグチデザインの遊具のエリア、 桜の森、テニスコートや野球場などを含む188ヘクタールの広大な公園である。2010年11月20日に松井久子監督による野口の母を題材とした日米合作映画レオニーが公開された。2013年8月、宮本アモン原案演出による舞台イサム20世紀を生きた芸術家イサム野口をめぐる3つの物語が3年の 創作期間を経て上演された。野口が札幌市の大通公園に8 9丁目に制作したブラックスライドマントラがある場所は本来他の拡張目を示す大通りと同様大通公園を南北に横断する道路であった。しかし大通公園の全体を見た野口はその天才的感性から空間全体のバランスを考えた上でここに 子供たちの楽しい遊び場を作りたいと考えた。一見、無謀とも思える提案だったが、それでも札幌市は、子供らの遊び場に、子供に遊ばれて、完成するという野口の意思を尊重し、道路を塞いで、そこを公園にした。本作の所在地が、大通公園西八8丁目と9丁目にまたがっているのは、また、本作の題名、ブラック、スライドマントラは、 古代インドの天文台、ヤヌトラマントラにちなんで名付けられたものである。平和大橋日本での、主な作品家具作品、野口米次郎が、臨終の5分前に作ったし、金がなる金がなるこれが継承なんです継承がなると、みんなが寝るんですよお前たちも寝るんですよ。野口ルームアーカイブ。慶応義塾大学アートセンター。2018-08-27閲覧。光、島雄介。 建築という対話僕は、こうして、家を作る、くま処房2017年、121ページ。ISBN 978から4から480689801。http://www.tv-asai.co.jp h スズスラッシュ189スラッシュスペシャルスラッシュトップドット HTML。 ありがとうございます。